本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、私が購入したものを皆様にご紹介したいと思います。それはこちらになります。 ASUS の ZenFone6 スマートフォンになります。こちらの ZenFone6 なんですが、2019年8月に発売されたモデルとなっておりまして、スペックはこんな感じになってます。この ZenFone6 一番の特徴はカメラになっておりまして、わかりますかね、ここにメインカメラがついてるんですが、こっち向けると普通やったらここにインカメラがついてるんですが、一切何もついてない状態になります。これやとね、自撮りとかどないすんねん思うんですけれども、まずカメラをね立ち上げてみます。こんな感じでね、ここにメインカメラがあって、これでこっち撮れてる状態なんですが、ボタン一つでちょこんと立ち上がって、こんな感じでねインカメラになります。ボタン一つでね、アウトカメラがインカメラになるのがこの ZenFone6 の最大の特徴です。従来のスマホですとインカメラの方が若干画質落ちると思うんですけれども、この ZenFone6 の場合は同じレンズをね使ってインカメラとアウトカメラを撮ってるんで、インカメラもアウトカメラも同じ画質で写真も動画も撮影することが可能です。またこの ZenFone6 に入ってますカメラのアプリの手ブレ補正、これがかなり優秀なんで、街歩きなどする際にもジンバルなどなくてもね綺麗に撮影することができます。というわけでね、今回はこの ZenFone6 だけを使って大阪ミナミの街を撮影してきました。どんな感じに撮れたかいうのはね、見ていただいた方がわかりやすいと思いますので、ご覧ください。どうぞ。これ忘れ物、これなったの。
いかがだったでしょうか。今回は広角側だけで撮ったので少し暗かったかもしれないんですけれども、屋外では手ぶれもほとんど気にならなくて結構いい感じに撮れてたんじゃないかなと思います。これならね、旅動画とかにも使えそうなので、また次の旅行の際にはね、これを使って撮影してみたいと思います。はい、本日はですね、新しいスマートフォン Zenfone 6 を使って動画撮影してみたという動画でした。この動画面白かった、役に立ちそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーサンゴームービーゴーでした。Thank you.